津島は瀬戸内海のほぼ中央、来島海峡の北東入り口付近に位置する有人島。大島の続島の一つで、大戸間島を挟んで、大島の西に位置する。芸与諸島の一部をなし、愛媛県今治市に属する。河口岩を産し、津島石として知られ、石切り場もあった。昭和40年代まで、日本川嘘が生息していたとされる。来島海峡に接し、 島の西端に灯台が設置されているほか、中腹には、船舶通行信号所も設置されている。中世には、河野水軍の武将、田草隼ト勢の城塞も築かれていたが、天正13年に落城した一族は滅亡した。近世には、今治藩に属し、市村を形成した。瀬戸内の海上交通の要衝で古くから、海運業が盛んで、島内に、 大山積みの神社があり大型ホブに5隻が寄進した絵馬がある。戦前には、規範線で北九州産の石炭等の輸送に当たった。最盛期には人口700人を超えた時期もあった。しかしながら、太平洋戦争の開始により軍事輸送に従事させられたことから、戦況悪化とともにほとんどが内容の木図と消えた。戦後、頼もし口等を活用し、 復活を果たしたが、規範線から光線への時代の転換は早く、より事業を拡大したい人々は、今治に渡る通して、島は、錆びれていった。大正時代には、一軸や、びわの栽培が、盛んになったが、太平洋戦争後ほとんどが未開園に転換したが、一軸は今日でも手間のかからない作物として、栽培されている。また、一時乳牛の飼育が導入された。 限界集落で、集落や港は島の北岸に位置している。柑橘類の栽培を中心とした農業の島で、島内に小中学校はない。人口約10人。ありがとうございます。